ロード・アーリーマンは、スウェーデンのヘビメタルミュージシャン。ダーク・フューネラルのギタリスト、作曲家であり、中心人物である。現在、ダーク・フューネラルに在籍する唯一のオリジナルメンバーでもあり、アメリカ合衆国のデスメタルプロジェクト、ウルフェン・ソサイティのリズムギタリストでもある。ステージネームであるアーリーマンは、ゾロ・アスター教の最高神であるアフラマズダーに対して、 絶対悪として表される悪心のアンダーマンユの中世ペルシア語名アリマンから取られている。素顔のアーリマンダーク・フューネラル、ドイツ公園スウェーデン北部の町、ルレオの出身で、幼い頃から音楽に興味を持っていた。アーリマンは音楽一家の出身で、彼の祖母、母、妹から影響を受けたと後に述べている。その後、1989年から、 音楽活動を始め、セイトンズ・デサイプルズというバンドを結成する。音楽活動を始める前、アーリーマンはサタニズムとエクストリームメタルに興味を持つようになり、内向的な性格となっていた。1992年に、前述のセイトンズ・デサイプルズでの活動に見切りをつけ、ストックホルムに引っ越す。引っ越しした理由は、ストックホルムがエクストリームメタルの本場だったからである。 ストックホルムでバンドメンバーを探し、1993年にダーク・フューネラルを結成。現在まで中心人物として活動している。また、サイドプロジェクトとして、アメリカ合衆国のデスメタルバンド、アッカーンのヴィンセント・クローリーと共にデスメタルプロジェクト、ウルフェン・ソサイティを結成。2001年に EP を1枚リリースしている。ダーク・フューネラルが、 ノーファッションレコーズに在籍していた時期、ダークフューネラルの仕事に対する報酬の支払いを行わなかったので、アーリーマンを含むメンバーはサイドプロジェクトでの活動を余儀なくされた。その結果、ダークフューネラルはノーファッションレコーズを提訴し、破綻したレコードレーベルへのキャンペーンの先頭に立つようになった。2008年10月、アーリーマンとエンペラーマグスカリグラは、 ダークフューネラルのすべての仕事に対する報酬を得ることができたと公表した。ロード・アーリーマンは既婚で妻との間に二人の子供がいる。家族はアーリーマンの音楽活動に対して協力的であるという。スタジオアルバムライブアルバム DVD でもありがとうございます。